Hello, and welcome to another episode of Small World Studio. I'm Tom, and today I'm here with the Tappy Toms! My name is Yuka. My name is Muchi. I'm Itsuki. I have been a big fan of the Tappy Toms for a really long time. Before I joined my current band, I was playing drums in another band, and we played together. My old band and the Tappy Toms played together, and the band I'm in now also plays with them, so I've known them for a while, and their music is amazing, so I'm very excited to be here today interviewing them. So, let's get started. Nande Tappy Toms desu ka? Nande sono namae wa naze Tappy Toms? Tappy Toms っていうのは、バンド名を考えているときに、3人の共通点が、その猫が好き。みんな猫が好きで、猫のパーツ、なんかあの、目とか手とかの名前を英語で調べて、猫パーツ英語で検索して、そしたらその目の光るところ、夜目がピカってなるところがタペタムっていうらしくて、なんか可愛くねみたいな、かっこいい本当にってなって それにザとズつけたらバンド名っぽくねみたいな感じで、ザ・タペタムズ。だけどね、初めてそれ聞いたのはタペタムズのは、私も英語の言葉なのに知らなかった、ネイティブスピークなのに調べなきゃいけなかった。タペタムズは何ですか？
あ、このバンドはあのいつに始まった？2018年、そんな18か2018年の7月に自主企画で始まった。タビタム作った前に他のバンドもやってた？他のバンド活動やってた？やってないです、うん、君たちは結構若いですね何歳ですか？22歳。22、19。なるほどなるほど、ここが兄弟ですね、はい、いいね、いい感じと思う。あの知らなかったあのみんなが仲良くてしてただけど兄弟とは全然見えなかった今はよく見えるだけどあのいてからよく見えるだけどその前に見えなかった。どうやってあの知り合ったんですか？高校の同級生。一応軽音楽部で他のバンドでベースやってたんだけど、私がどうしてもムッチがムッチにギターを弾かせて歌ってほしくて、もうめっちゃ一緒にバンドがやりたくてずっと口説き続けて一緒にバンドやろうって。でもそのムッチは全然バンドに興味がないからロックとかも全然好きじゃないし、ちょ無理みたいな、人前に出るとか無理みたいな感じだったんだけど、ちょっと一回でいいから私についてきてくれみたいな感じで、でその2018年の7月に勝手にライブを決めちゃって、勝手にでまだバンドもなくてその時は、うん、で勝手にライブ先に決めてお願い今回だけでいいからお願いって言ってムッチにギターやってもらって歌って、うん、でドラムが見つかんないからちょっとお前やるよってあそうですか、一気を誘ってチョイスがなかったね。そうお姉さん怖いだからね、怖くない超面白いよいいね、それはいい話で始まってずっと続いてるって、うん、よかったよかったよかったトムチ出てきてよかった、よかった。タペタムズのサウンドは説明はどう言えばいい？ロック。ロック？ロックンロール。ロックンロール。ロックンロール。そうなんですか。のつもり。そうそう。影響されているバンドは？あ、でも初期パンクが好きで、最初はあのラモンズとかのカバーは最初やってて、クラッシュとかラモンズとかそういうのも聞くし。真似しようみたいなのはないよね。
ライブで一番変な起こったことは何がありますか？なんかバーみたいなとこでやった時にこうドラムがこうキックするでしょ、うん、キックがこう動いてた、動いちゃって優香が足でセーブして足でこうやって押さえながらずっとあのずっとナイス、確かにあった、うん、それはあった、ちゃんとロックンロールエクスペリエンスだねナイス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 。最近私がグッドナイトモーニングアップルミュージックでダウンロードしました。ありがとうございます。本当にあの曲ハマってる。あの曲ハマってる。ありがとうございます。好きな曲です。やった。あの曲はどうやってあの作曲しましたか。歌詞ムッチだったよね。うん、歌詞。私が曲をつけた。そうスタートは歌詞で。そう。その後で歌詞読んで。読んで曲。いいねいいね。大体そう。何のことについて書いていた、何のことについて話してた。夜更かし、夜更かしの歌。夜更かし、夜更かし、早く寝なきゃいけないのに寝れないみたいな、なんか起きちゃう、なんかしちゃうみたいな、携帯見たりとか、そういうのって意外とみんなあるのかなって思って書いた。サブスクに配信中、配信中PV もある。もしできれば何のアーティストのため対バンしたいですか、とどこで、うん、そのライブやりたいですか。クロマニオンズとしてみたい。クロマニオンズしたいねダイヤモンドホール。あのバンドは名古屋のバンドじゃないか。東京のバンドのどうやって言う。クロマグナンズ、クロマニオンズ。最初のライブはどんな感じだった。めっちゃ緊張した、うん、けどね、結構盛り上がってくれて、うん、最初のライブだったけどダイブしてる人がいてね、うん、楽しかったね、うん、それが楽しかったから今続いてるかも、うんうん、
タペトンズのミュージックはどこでゲットできますか？ Apple Music とか Amazon Music とかそのサブスクは今配信中なので、うん、ファーストアルバムと Good Night Morning と、うん、あのタペトンズの YouTube ページがある？あります、チャンネルがあります。登録してください。あの僕の SMS は Twitter、Instagram、 公式 LINE 公式 LINE 中あります。そうだね。 New CD coming out soonAll right. Thank you for watching the video. Thank you to the Tape Toms. Thank you. Thank you. If you like the video, please like, share, subscribe, and smash that notification bell. You can find us, A Small World, on Instagram, Facebook, and Twitter. Bye bye. Bye bye. Thank you. またね!